自己心理学はハインツ・コフュートにより創始された精神分析学。翻訳本においては主に精神分析的自己、心理学と呼ばれる。特にアメリカでは自我心理学派に匹敵するほどの一大勢力を形成している。日本では精神医学に従事している丸田敏彦、岡野健一郎、和田秀樹らや臨床心理学の岡秀樹、富樫孝一らによって 精力的に紹介されている。自己心理学では健康な事故というものが想定されており、健康な事故は幼少期に母親や父親からの反応によって形成される野心、才能、技能、理想によって円滑に動いていると考えられている。それを三部構成事故という。この三つの部分のいずれかが壊れていると人間は精神病理に陥るのであり、 またこの三つの部分が円滑にうまく働いているのであれば自己は健康的で創造的な活動を行うことができるとされている。自己心理学ではこの三部構成事故を通して患者の事故の病理を把握していく。その際に事故のある部分が損傷しているならば患者は自己対象転移と呼ばれる特殊な欲求をろにすると考えられている。その転移に適切に反応し、 さらに共感によって、自己の損傷している部分や病理を探求していくのが、自己心理学の治療である。自己心理学は、自我心理学から分派した精神分析であり、そもそもは、ハインツ・コフー,ートが、自己愛性パーソナリティ障害の患者を分析していた、時に、彼独自の自己愛に関する考察を発見したことに、橋を発している。年代には、 境界例や自己愛性パーソナリティ障害と呼ばれる、神経症と精神病の間の精神状態を、呈する人々が観察されるようになったが、その人々の分析治療を進めるにつれて、ハインツ・コフートが自己愛性パーソナリティ障害の患者に、独自の転移が見られることを見つけ、その自己愛に関する独自の考察から発展したもので、ある。後に、ハインツ・コフートの自己愛に関する考察は、 自己愛性パーソナリティ障害の患者全般に当てはまる理論として1971年に自己の分析という書物で提唱された。それ以後、彼は徐々に自己というものに関する考察を蓄積していき、1978年には自己心理学総会を開催するまでに至った。ハインツコフートを支持する自己に関する理論を考える精神分析学派を 自己心理学と呼ぶようになる。それ以後、現代まで自己心理学は自我心理学に代わる新たな精神分析学派として主にアメリカで台頭しつつある。自己心理学では自我心理学や対象関係論とは異なり、精神分析で昔から使われてきた自我や井戸や長自我という心的構造論、それに理微動や攻撃性といった欲動理論は、 補足的に使われるだけである。代わりに、いくつかの事故に関する理論が、以前の精神分析理論を補っている。その代表的なものとしては、以下のようなものがある。患者それ、事態を尊重する。つまり、患者の事故というものを見ることによって、精神病理を捉える。科学的心理学としての経験、観察的アプローチにこだわっている。 言い換えると理論が先行するのではなく、臨床での観察が中心となる。古典的精神分析のように医者が中立性を守る。科学者として患者を分析するのではなく、患者と分析家は切り離せないものとして考えている。これは患者と分析家を一つのユニットとして捉えているということを意味する。共感という技法を使う。この共感は、 患者の事故を把握するという情報収集の役目と、患者に対して肯定的に接し続けるという二つの意味を持っている。事故の障害や事故の病理ばかりを見るのではなく、事故の健康的な部分を見るように心がけている。神経症にしても精神病にしても、パーソナリティ障害にしても、自己心理学では、それらを事故の障害として見ている。そのため、自己心理学では、 第一に、事故を観察する。医師は、事故が、どのように壊れているのか、またどのような欲求を持っているのかを探索していく。自己愛性パーソナリティ障害の患者に見られる特殊な、転移であり、神経症患者や、ジークムントフロイトの精神分析において発生する、感情転移とは別のものとして現れるものである。理論的には、フロイトの転移という概念は、 幼少期における両親に対してのリビドーや攻撃性を現在の意師との関係に再現することであるが、自己心理学でいう転移は、自己の損傷部分を回復させたり、自己を形成するために自然と発生する本質的なものとして捉えられている。特に自己が損傷している時には、この転移を生じやすいと言われる。自己愛性パーソナリティ障害の患者だけではなく、 人間一般にも広く見られる転移である。現在では、論者によって様々な自己対象転移が想定されているが、基本的なものは以下の4つである。鏡転移、理想家転移、双子転移、融合転移、これらの自己対象転移は、自己の欠損や混乱を埋めるようなものとして機能する。自己対象からの適切な反応があると、患者の自己の中にある野心や理想が、 徐々に形成されるようになり、患者は自己をしっかりさせると言われる。自己心理学は共感を重視していることから、カール・ロジャーズの来談者中心療法との類似性を指摘されたり、理論の内容が対象関係論と似ていることから、アメリカ版対象関係論と呼ばれることもあるが、その点はハインツ・コフートや自己心理学者はきっぱりと否定している。自己心理学は共感で患者を ただ指示するだけなのではなく、自己対象転移から患者の歴史を分析したり、患者の欲求を抑圧している両親への憤怒などを分析することから、当事者は精神分析であると主張する。なお、臨床心理学者の榎本博明が提唱している、自己心理学との関連性はない。精神疾患用語、ありがとうございます。